私どもはその、 名称が AIC アドバンスイメージングセンターというふうなことを名称に掲げているんですが、それがその、 先端の、 医療で、最先端の、 医療で診断がする施設っていう、それをその目的にしております。で、それに恥じないその医師の、 検査体制、医師、技師、あとその職員、スタッフのその検査体制、接遇も含めまして、なるべくその良いものを提供しようというふうに心がけております。受付のフロアと、あと、こちらの施設では、ビル全体がその、フロアごとに、MRI、CT など、地下では、超音波の方、マンモグラフィーも入ってるんですが、MRI の施設が多くて、CT も2台、MRI が8台っていうことですね。着替えは、受付で2回、していただいて、エレベーターで上がっていただいて、各フロアの個室で着替えていただくと。で、予約ベースで、診察、保険診療をメインに検査をしています。ドックもやっていますが、丁寧に高性能の機械で検査をするというのをモットーにしております。私ども今、MRI が8台。3テスラの装置、1.5 テスラの装置、3テスラの装置はその8台中6台ありますし、これ自体の台数も多いというふうに思っておりますし、CT の装置も、MR も含めて、ただその存在あるだけではなくて、常に新しい装置に更新していく必要がありますし、それをそのしていくとともに、よりそのたくさんの方に検査をしていただくために検査台数もより増えていく可能性もあります。で、超音波の方の装置もそうですし、マンモグラフィーの装置も導入して検査に当たっております。私が、こちらで働いている時に比べるとはるかに職員の数も多くなってますし、はるかにその検査機器も多くなってきてますし、より高性能の装置で、これはその機械だけではなくて人間もそこに沿うように自分たちで自己開発をしてより良い医療を提供しようというふうに思っております。